持ってこい。これ同業者いっぱい見てんだろうな。教えちゃったな、うちの。めっちゃうまい。ビール。いらっしゃい。ラーメン、つけ麺、たけちゃん麺。今日もやってまいりました。よろしくお願いします。本日はですね、チャーシュー力を作っていきたいと思います。これはですね、本当は教えたくないんですよ。同業者もこれ見てんだろうな。他のラーメン屋さんも見てんだろうな。これね、自宅でですね、簡単に作るですね、ラーメン屋のチャーシューを教えたくないんですけど、公表しちゃおうと思います。ってことは、せっかく公表するんですから、せめてチャンネル登録はよろしくお願いします。さあ、それでは作っていきたいと思いますけれども、まずは材料の方からご説明していきたいと思います。それではまずこの豚バラですね、豚バラの方をお水に入れていきたいと思います。こちらお水から入れますよ。はい、入れます。で、入れましたら火をつけます。これも強火です。強火で火つけます。弱すぎる火で煮てしまうとですね、油がですね、抜けにくいんですね。で、このやっぱりチャーシューの油の部分を抜いていかなきゃいけないんで、油がやっぱ抜けるように、あんまり弱火にしてしまうと抜けていかないんで気をつけてください。火加減としてはだいたいこれくらいの火加減をキープしていきたいと思います。これ油身は大事なんですけど、油臭さは抜かなきゃいけないんですね。ここ難しいです。油身は残ってなきゃいけないんだけど、豚の嫌な油臭さっていうのは抜いていかなきゃいけないんで、この火加減っていうのが一応ベストな火加減だと私は思いますね。チャーシューよく低温調理って言って、すっごく弱火にしたり、あとあの真空調理って言って今流行ってるんですけれども、やったりする方いらっしゃるんですけれども、僕はね、真空調理とかあんまりにも弱い火加減っていうのはこの豚バラには向いてません。あの豚バラはこのくらいの火加減で、まあ、大体90分ぐらい、これこうになってから90分ぐらい炊いていくっていうのが一番美味しく食べれる火加減と時間だと思いますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。火加減は大体これくらいにしてください。これくらいっていうのはこの表面のこの油のボコボコ、この辺のボコボコしてるこのボコボコ具合で大体見ていただければいいと思います。っていうのはなんでこれ弱火とか中火って言わないかっていうと、家庭の火の火力のカロリーによって弱火とか強火って言ってもだいぶ火加減変わっちゃいますので、一番のポイントとしてはこれくらいの景色ですね。この景色、この景色で煮てってもらえればいいと思います。よくここにネギ入れたりニンニク入れたりとかいろいろする方もいらっしゃるんですけど、そんなに変わらないんで別に特に入れる必要はないかなと思います。90分経ちましたんで取り出していきたいと思います。よいしょよっと。そうしましたらこの90分経って炊けたチャーシューをジップロックの方に入れていきたいと思います。よいしょ。これ入れましたら味をつけていくタレなんですけども、実はなんとお醤油だけ。お醤油を量も、まあ、大体適当ですね。これくらいかな。全体にこうやってやった時に回るぐらいの量でいいんで、うん、これくらいで十分ですね。で、その時にこうして空気を抜いて、お醤油がこのチャーシューの周りにくっつくような感じにしてですね、空気を抜いた状態でジップロックの蓋を閉めます。まあ、お醤油がなんとなくチャーシューの周りにある状態、ただこれだけです。そしてこれを冷蔵庫でだいたい1時間から2時間ぐらい冷やしていきたいと思います。そうしましたらここでちょっと一つやっていただきたいことがあるんですけども、冷やしてる時にたまに出してこうシェイクしてください。ちょっとこう馴染ませるような感じでシェイクします。はい、でまた冷やします。これを15分から20分に1回ぐらいやっていただくと美味しいチャーシューが出来上がると思います。今度ちょっとネギを切っていきたいと思います。ネギはみじん切りでいきます。ちょっと多めが美味しいと思うんで多めに切ります。で、ネギをみじんにするときはこのように十字にネギを切っていただきたいんです。縦に入れて90度ひっくり返して縦に、そうするとこの状態になりますので、これで刻んでいくってことですね。トン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 いきますよ。トン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 昨日の日本。
それではだいたい今ですね90分ほど経ちましたんで完成ということで出してみたいと思います。うまそうにできてる。うまそう。こんな感じになっております。よいしょ。そうしましたらちょっとこれはここに置いといて、ここに残ったタレもったいないんでここに開けます。でここに開けましたらここにお砂糖を入れます。味の素入れます。生姜入れます。ちょっとこう混ぜてください。お砂糖をこう溶かすイメージで、下の方にお砂糖が多分沈んじゃってると思うんで。そうしましたらこれでタレができましたんで、チャーシューをスライスしていきたいと思います。おー、うまそう。ほらこの優しいピンク色ね。あれくらいの火加減で90分ぐらいだとこう優しいピンク色になりますから、これつまみに最高ですね。これそれでは盛り付けていきます。よいしょ。これ円を描くような感じでいきましょうかね今日は。よいしょ。まずタレをかけます。タレ全体にこうピヤーっと1杯半ぐらいかな、大さじで。やりましたら90分冷蔵庫に入れたので冷えて冷たくなってるんで、一度ラップして大体電子レンジで1分ほどチンしてください。それでは電子レンジでチンしたんでちょっと開けてみたいと思います。熱いんで皆さん気をつけてくださいね。おお、うまそう。柔らかく炊けてますよ。じゃあここにネギを乗せていきます。これお好みでごまを振っても美味しいですよ。ごまを少々。これで出来上がりとなります。これはお父さん用ですよね。おつまみですから、これお父さん用のビールのおつまみ最高だと思います。だけどお子さんにはチャーシュー丼にしてあげたいんですね。なんでもう一つ丼も作っていきたいと思います。丼は先ほどと同じように電子レンジでチンしましたチャーシュー、こちらを最初の作ったタレ大さじ1杯ぐらいかけていってください。ご飯の上に少しかけてあげてチャーシューを盛り付けていきたいと思います。ここもネギとそしてごまを振っていただいて、はい、出来上がりです。この電子レンジで残ったこのタレ、これを最後にチャーシューの上にかけてあげてください。このタレが美味しいですからね。電子レンジでチンした時のこの残ったタレ、これはチャーシューに直接かけます。ということで2品完成いたしました。はい、どうぞ持ってくい。それでは出来上がりましたんで食べていきたいと思いますけど、言っちゃったな。これ同業者いっぱい見てんだろうな、教えちゃったな、うちの。あー、しょうがない。でも食べたいから食べましょう。カンカンカン、テンション低め食べていきます。うまそう。でもめっちゃうまい。ビール、まさにうまいな。これわざわざいろんなところでチャーシューだけって売ってますけど、買いに行かなくても絶対ね、作った方が安いし簡単だから、これ絶対わざわざ買いに行く必要ないですよ。これもうん、おいしい。こっちはお父さん用です。そしてこちらは育ち盛りのお子さん用。これもね、チャーシュー丼美味しいと思うんだけどな。いただきます。美味しい。実はこれ今日チャーシュー丼作ったのはレシピのリクエストで、コメントでチャーシュー丼の作り方もやってくださいって来てたんですね。それで今日はチャーシュー丼も作ってみました。これだったらお母さんがチャーシュー1本炊けば、お父さん用のおつまみと育ち盛りのお子さん用のチャーシュー丼でお母さんの手間も減るということでいいんじゃないでしょうか。ここまで見ていただいていいなと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。そしてコメントもこれからもお待ちしております。それでは本日はチャーシュー力とチャーシュー力丼でした。ありがとうございます。よいよいよいよさということで、面白かったり参考になったと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。